学長、副学長、学部長等紹介。日本屈指の総合大学である近畿大学において、これから新入生の皆さんと大学生活を共にする先生方をご紹介します。まずは学長、副学長の紹介です。入学生起立。近畿大学学長、塩崎仁。副学長、増田大蔵。学長、村岡修。副学長、細井義彦。一同礼。入学生はご着席ください。法学部長、土屋孝次。法学部では高度な法的知識と論理的思考力を幅広く深く学び、人と社会に貢献できる法の専門家育成を目指しています。経済学部長、三田村健一。経済学部では経済を地球規模で捉えて、分析力と問題解決力を磨き、21世紀の経済社会でリーダーとして活躍できる人材の育成を目指しています。経営学部長、山口忠明。経営学部では企業が利益を生み出す仕組み、人の生かし方など、ビジネスの在り方をさまざまな角度から深く学び、第一線で活躍できる人材の育成を目指しています。理工学部長、藤原久志。理工学部では130を超える個性的な研究室を有し、科学テクノロジーと創造力で社会や産業のニーズに応える人材の育成を目指しています。建築学部長、岩前敦。建築学部では使われ続け愛され続ける建築を作るため、多角的に学びを深め、建築に関わる多様な分野で活躍できる人材の育成を目指しています。薬学部長、村岡修。薬学部では医療現場などで求められる薬学の専門知識と倫理観を身につけ、患者さんの健やかな心と体づくりをサポートできる人材の育成を目指しています。文芸学部長、佐藤秀明。文芸学部では文学と芸術、それをつなぐ文化を研究対象に、知性感性を磨き、独自の価値観や表現方法を身につけます。総合社会学部長、清島秀樹。総合社会学部では現代における新たな社会問題を見つめ、
柔軟な発想で新しい社会システムを構築する人材の育成を目指しています。農学部長重岡茂。農学部では食と環境、人と自然の関係を学び、輝く未来や豊かな社会の創造に貢献できる人材の育成を目指しています。医学部長生木正幸。医学部では3つの総合病院で現場に立ち、実践的に新しい医療の在り方を学ぶことで、患者さん本位の医療の形を見つけ出せる人材の育成を目指しています。法科大学院長小橋薫。法科大学院では職業生活や日常の暮らしに役立つ生きた法的知識を習得することで、頼りがいのある法曹の育成を目指しています。大学院部長青木隆。大学院では最先端の学術理論とその応用を学び、世の中の文化の発展に貢献できる人材の育成を目指しています。短期大学部長田畑翔平。短期大学部ではビジネスに必要な知識と実務能力を習得し、社会で活躍する人材の育成を目指しています。学生部長大久保久代。クラブ活動や学生の生活相談、奨学金に至るまで、さまざまな角度から皆さんの学生生活をサポートします。入学生起立。一同礼。入学生はご着席ください。以上、学長副学長をはじめ各学部長をご紹介いたしました。